識すごい。うん、今ちょうどアイスとかき氷のやつやってるやん。マジ？イベント。私は。私はチョコ氷を買います。これはどっち派、どっち寄りなんですかね。アイスか氷か。まあ氷って書いてるんで氷ですかね。シャーベットみたいな。シャーベットみたいな。まあけどあの氷かアイスって言われたら、うわ迷うな。けど氷で。始めた。おそす。ふっこいる？ふっこいます。ふっこいます。ふっこはじっこが食べているいちごのチョコバージョンを買いました。今日は私みたいね。こんにちは。なんか熱風吹いてきます今日。な。大阪がマジでレベチで暑い。セブンでバイトしてる。そうなんですね。ありがとうね。なんか感謝されちゃった。感謝されちゃった。食べます。マジこれ美味しいから食べてください。これの抹茶も今日あって。珍しくあそこのセブンに抹茶があって。え、マジ？うん、まだ食べたことない。え、そう、抹茶美味しかったけど今日どっちにしようかなと思った時にいちごにしました。え、そんなさ、横でさ食べられたらフワもちょっと取ってきたくなるやん。取ってきんか。785度やって。ちょっと、え？ちょっと待っててくださいね。乗っ取りチャンネル。おい、皆さん、カメのジオンです。今私もショールームしてるので、ぜひ私のお部屋に移動してください。バリーやばいやつが死んじゃう。どうも、イエイイエイ。ここやったらどっちも映る。ヤッホー。あれ、と、とりとりと、とっとり、とっとり、鳥取県。お、イエーイ。ありがとうございます。かわいい。やだ、ジオンさんだけですよ。嘘つけ。ちゃんと一途に愛して。一途です。うん。帰ってきちゃった。鳥取終了。そう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 。みんなジオンのところにおいでね。やめろ。勧誘やめろ、勧誘。やば、ひ、枚方市、うん、枚方市 39.8 やって。やっぱお風呂の温度やん。えぐすぎ。え、39.8 はやばくない？やばくない？お風呂やん、もうほんまにやばい。あ、やっほー。お疲れ様です。おはようございます。おはようございます。さっきやったよね。配信してますか？してない。今からインスタライブしよう。あ、なるほど。今日のフワカツ、こちら今日の瞬間。これとアチャピーかな。違います。ん、何がですか。勧誘されてきました。うわ、来てくれた。優しい。観測地、え、やば、観測地点。だって大阪がさ、だって一番ヒートアイランド現象だぜ。そうなん？ほんまに？知らん。え、けど、うわ、実家帰ってたけどマジ涼しすぎるもん。涼しいんや。うん、もう大阪がマジで暑い。確かに。なんかもう、ここだけムワみたいな。確かに。もうすぐ16歳になります。やばいですよね。何月だっけ？9月。え？同じやって。うわ。やば。違う違う。ジオンのふわってあの病気なんですぐ忘れちゃうんですよ。ジオンのさ、誕生日会みんなでしたじゃん、お披露目前に。そうです、そうです。あれ9月でしょ。3年前やん。え、何これ、点々があります。うん、美味しいの？だからまだまだ一口も手つけてないのに。一口も手つけてないのに。何、ジオンの誕生日言える？9月。え、ふわより前よな。いや、それはちょっと何とも言えんな。ほんまに多分言えなさそうですね、これ、うん、違う違う、今だけマジで思い出せんだけど。今だけ、マジ本当。じゃあ後で聞いたら思い出してくれるの？違う違う違う。なんかさ、今このなんかふわって、え、なんか、いや、死ぬ。正直おまかよ。美味しいです。俺は熱くさせてくれ。もっと熱くさしま、なりましょう。なんかもう本当に食欲なさすぎて最近。マジ？なんか
5日前、1週間前までめちゃくちゃ食欲あったのに今マジで食欲なくて、昨日も彼女じゃないですよジオン、えいきなりごめん昨日昨日さシュガーマーガリンなんか売ってるやんコンビニで、うんうんうん、あのパンしか食べなかった一日、やっぱえやばやばマジでなんかもう何も食べる気にも逆になんかさ余計しんどくなっちゃうんじゃんそれ、そエネルギーマジでバテてます。なんでちょっと今大きすぎてこういうものをハマってるっていうか、その日に取りだめしたやつをそれな載せてます。 TikTok ってさもうさもう無理よな、人も使っとるユーザーも多いし、やっぱさ最近の人やってさやっぱりなんかもう撮り方がちょっとシャレとるやん、なんか、うんうんうん、なんかどうしてこんなこと思いつくみたい な、 なんかバズろうって思ってもさなかなかむずいわけやん、うん、ジョンはもう昔の撮り方しかできないです。え、それな2019年の幸せはいつも続くじゃあ4番ぐらいまでできてた絶対知らん、あの時ガチってた、4番まであることすら今知らんかった、知りは初めて知った、ガチってたあの時は。ストリートフォトグラファーとコラボした、あ、ストリートナップ撮ってるものですってやつ。お疲れ様です。ストリートスナップ、え、フーアもねストリートスナップ撮っているものですの人とかに遭遇してみたいです。だからポーズ決めたい、でもやっぱねダメなんですよね。チャージ NG でごめんなさい、すいませんって言うしかないんだ、かっこよくなっていいですよってもう気持ちはねウェルカムなんだけど、そうそう、フコと実行の並び久々に見た気がするわ、イエーイ、お久しぶりです。フコ実行チャンネル君を見てるといつもハートドキドキだってコメント来た、私もドキドキする。あ、お、お、ほらお、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 お一括で買った便器で来た出たさっき言ってた、今さ聞き逃してない、誰も聞いないですよね今、誰も聞いてなかったですよね。今悲しい、今何か聞いた？何も聞いてない。本当に何も言ってないじゃん。今日劇場行きたかった。来てほしかった。一括で買った便器で帰宅を。すごい読み間違いしちゃったふわ。え、なんて言った？違う。ふわがただ間違えた。え、なんて言った？聞いてなかった。マジで。ダメ。一括で買った便器で。そういうこと、わざとじゃないんです。びっくりしたこれ YouTube とかでなんか見ないでくださいね皆さん、アーカイブとかやっばダメだよベンツを。まあでも別に大丈夫、幸せなら OK です。ふわりのネイルアップで見たいやって見て、地爪からもういっとる、やばいよ、やば、そんなことあるんや、え、もうこれ見てよ、もう折れ始め、もう折れとる、てかここやばいんですよ。フワリンの代わりにジオンのメールをアップします。でもコンサートも終わったし、もうあの伸びてるんで、もうシンプルなのに戻します。ジオンもちょっと爪が伸びてきて、あの下の空きが増えてきた。でもこれどうしような、マジで痛いんだよな本当に。だって肉いっとるで多分これ、え、取るのってさ痛い？あ、痛くはない。え、なんかさやるときめっちゃ痛くない？なんか熱くない？熱い、やけどする、やけどなんか当てすぎるとライト。また今日もやばい待ってます。爪かわいい、ありがとう。モバメモありがとうございます。今日の髪ジオンですか、うん、はい、やっべ、いきます。今日の髪型何にしようかな、自分でネイルしてません、いきました。これはうわ、今何分、15分絶対まだやんな。34分、あ、10分しか経ってない。ブ踏み込んでるの素敵やん。これはちょっと熱すぎてリハでこのままやったんですけど、ちょっと多分死んじゃうので。でも何の髪しような、
え、もうさ、無理じゃない今日、おろしとか。おろす、ジオンは。じゃあ、B2 はおろされへんけど。あ、だってね、事故りすぎじゃない？いや、本当に無理かも、おろすの。夢中ライブはいける。気づいたら終わってる。楽しいから。まあ、確かに。でもやっぱしんどいわ。ショールームのせいで仕事を進みません。頑張ってください。え、あげます、今日。事故事故しない。おろしません。夏聞いてください。今日ね、あのみえちゃんとあいかちゃんと3人でご飯食べてたんですけど、なんかまとめちょっと何もないです。やっぱ何もない。あんま言えへん。これは何あとで教えて。うん、うん、何言い踏んでたんですよ。何なんかみえちゃんがなんか知らない間にほんまに考えずに言ったやつを言い踏んでて、それがちょっと面白くてしかもジオンとアイカちゃんは気づいてなくて、それにミュウちゃんが自分で先に踏んでたみたいになってうわほんまやってなって、それがおもろかったんですよ。今日も可愛い好きです。キュン。何笑ってんの？体調悪いのよくはないですよね、この肌声なんで。なんで。なんかメイク終わる前、メイク3番目で今日ちょっと暇なんで、これ終わったらちょっとインスタライブしようかなと思ってます。2番目けどメイクはもう終わってるので、肌をちょっと直して髪型やってもらって終わりです。だから早いんか。ん今日みゆちゃん一番行ってて、あ、そうか。なんでこんな早いんやろって思ったら、今日2番終わってました。ジオン2番。うん、いいな。そう、寝るときクーラーガンガン。うん、え、ほんとにクーラー消して寝たら、ほんとに除湿と、え、クーラー消して寝たらほんとに汗がやばいんで、汗で起きるんですよ。汗で溺れるみたいな。なんかそれぐらい汗かいちゃうんで、ちょっと無理なんだよな。消して出てきます。めっちゃ有名人タイマーとかでも無理なんですよ。なんでクーラーつけないとダメなんですよ。 TikTok で有名な方めっちゃ喉痛くなる、流れてくる。あと、そのさっき言ったストリートスナップみたいなやつも出てくるし、バズりたいよな。ほんまにバズりたい。一応もうあのアカウント変えようかと思ってるぐらい、こそっと変えようかと思ってるぐらいもうバズらへんもん。マジでおもろい。そうだからもう悲しいので皆さんフォローしてください。あとインスタ始められへん。早く始めてよ。7期で始めてないのジオンだけやで。早く始めよ。8期も始めてきたから。え、本当に皆さんジオンのもうジック俺のフォロワーのジオンだけ、あのハッシュタグカメのジオンやから、うん、俺のフォロワーの人本当にあのジックの TikTok フォローお願いします。いや、ほんまにしてください。本当に本当にですよ。今これを見てくれてる方本当にポチって押すだけでいいんですよ。本当にあのはいインチャレブしたいもん。コラボしよう。コラボ。いつになったらインスタやのね。やりたい。なんかすごいよな最近の若い人って。びっくりした。フォローしてないんだが草。わっ。ん？フォロー。絶対してください。なんかじゃあ可愛いポーズで言って、フォローしてください。皆さんフォローしましょう。インスタの魅力って何ですか？何ですか？インスタの魅力はやっぱおしゃれな違うなんかやっぱ個人的にバズってる。 NMB を知らない人とかでもおすすめとか流れてくるんで、 そっからあの、ね、この子ってどこだ誰か知らんけど可愛いから知ってくれるきっかけになるんですよインスタ。そうなんです。もうあの最近そんなになんか若い人とか女の子とかやっぱインスタって結構使ってる年齢層が、まあ、ちょっと若めじゃないですか。だからその人たちにも知ってもらえる機会になるんですよ。インドネシア行きません。私は日本で踊ってます。めちゃくちゃ便利だし、なんか知名度とかも上げていけるんじゃないかなと思うんで。そうなんです。インスタについて語ってます。横でねあのコンサルタント、インスタのコンサルタント担当なんで俺は。そうなんです。だからインスタね、けどツイッターがあの戻ってきたので、
まあ、インスタもやりたいなって思います。本当にでもなんかインスタはねやりましょうやりましょう、皆さんフォローしてくださいね。15分経った、やばい、メイクの時間なので読めます。13位ルンペイさん、ありがとうございます。12位タケポンさん、ありがとうございます。11位アングルべきだよ、アングロ、アングロなんて読むんやろこれアングロプレヨウウィウィーやばい、読めへんのバレる、日本も読めないからね。アングロさん合ってんのこれ、絶対間違えてる、ごめんなさい本当に。 ANGGOLRO さん、ありがとうございます。10位上田和樹さん、ありがとうございます。9位ディゾディノゾさん、すいません噛んじゃった、ありがとうございます。8位ゆーなちゃん、ありがとうございます。7位りょうさん、ありがとうございます。6位きくりんさん、ありがとうございます。5位ルパン、ありがとうございます。4位シンシグさん、ありがとうございます。3位ヒサオさん、ありがとうございます。2位オサムさん、ありがとうございます。そして第1位はじゃかじゃかじゃかじゃん、シンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。インドネシアには行かないんです、私はジャパンで踊ってます。29は公演なので皆さんぜひ来てください。バイバイ、お疲れ様です。ということで